できた。これが最後の一体ですね。しかし、このまま戦っていても意味がありません。神職の律者はもう一度の戦いにも時間をかけたくはないのでしょうか。どうやらビルビの装置は彼女にとっては確かに無視できない存在のようです。急いで追いましょう。彼女を戦いに巻き込むことで初めて時間が私たちの味方をするのですから。この方向のはずです。早めに片付けないとですね。間に合いました。ここまでです。ふわ、どうしてもそうしないといけないの？ふわ、あなたなら私の気持ちを理解できると思ったのに。怪物を使って時間稼ぎをしていることを言っているのですか？彼らは怪物なんかじゃないよ。まったく、次はないよ、フア。もし私もあなたの仲間をそんな風に呼んだら、フアだって嫌だよね。
みんな似たような経験があるでしょ。もっと共感すべきだよ。私たちは仲間をその場に残して死なせるようなことはしません。そう？彼らはあなたにそうしたのに？より重要な目的のためにあなたが勝てないような敵と一人で戦わせる。そう考えると別に違いはないはずだよ。ああ、まあいい。話が逸れたね、フア。コズマとグレイシュは私を怒らせた。だけどあなたに八つ当たりするべきじゃないって分かってる。私が離れると決めたのは、あなたを思ってしたことだよ。信じようとしていない？それとも、フア、あなたは自分の欲しいものを本当に知らないの？何を言いたいのか分かりません。いいよ。先に言っておくけど、これは私の憶測じゃない。たとえ千号のような人でも、その心には欲しいものや期待してる未来がある。でもあなたにはそういう願望がない。そうでしょ？話したいことがあるなら単刀直入に話してください。単刀直入に話すと少し傷つけることになるかもしれない。ふわ、考えたことはないの？今まであなた自身がしたいことは何一つなかったみたいだけど。私には使命があります。強制的に与えられた使命？ひねくれてるね。人類を守る、それとも崩壊に対抗する？でもね、フア、本当はそんなことをする理由も意味も分かっていない。そうでしょ？坂から転げ落ちる石のようにあなたがここに立っているのは、ただ自分は何かをしてる、まだ何かができる。あなたはそう実感したいだけ。でないとどうやって生きていけばいいかもわからないんでしょ？あなたの口からそんな見解を聞いても説得力などありません。私から見たら意味もわからず生きることと、意味もわからず全てを侵食することに上も下もありませんから。私もそうだって認めるよ。でもフアは何かを忘れてるみたいだ。私は別に誕生した瞬間から決まった終点を与えられているわけじゃない。人類が避けられないし、私にはそういう概念がない。だから自分の存在意義を探すために必要な時間は十分あるんだ。反論はしないの？私のすべきことはあなたにここにいてもらうことだけです。それ以外何を言われようが気にしません。だからフアは私の気持ちを何も分かってないんだね。フア、ある意味あなたは記憶体の中で最も特殊な人。私はみんなのことを心配してるからね。
だからおのずと最も特殊な手段であなたを処理することになる。私の一部にすることはやめた。失敗する運命など気にせず、まだ何かができることだけが気になるなら、私も喜んでそれを探し求める権利を取っておいてあげる。今後もさっきのように反抗するあなたに干渉しない。それがあなたが生きるために必要なことなら、そのまま続けてもらっても構わないよ。あなたを倒すことができるような力は使わない。そうすればあなたはずっとこのまま永遠にね。さあ、今から始めてみよう。絶対に諦めないでね。ごめんね、フア。彼らを呼び出すのに少し時間が必要だったから。とにかく私が全てを終わらせるまで、あなたは思う存分ここで自分の人生を楽しむがいい。個体の能力も上がっているのでしょうか。まだ戦えますが、このままだと突破は難しいでしょう。時間に余裕はない。これ以上無駄に時間を費やすわけにはいきません。希望は薄いかもしれませんが、一応やってみましょう。意識の鍵、第二帝国出力。成功したのでしょうか。ここはある怪物の思考の中。やはり古の楽園の特殊性による影響で、思考への介入しかできないはずの第二帝国出力が移動手段として使えます。残念ながらこの程度の敵意識からの反撃でしょうか。予想通りです。ではこのまま敵の体内に潜伏することで突破できそうです。
待って、あれは？どういうことでしょうか。意識の鍵が残した分身。いえ、どうしてこの感覚、まるで私が同時に違う体にいるみたいです。この体は私、先ほど支配されていた怪物も同じように私。そんなのありえません。まさか今私が支配するために使っていたのは第八の神の鍵以外の力なのでしょうか。敵たちは皆私に支配されてる状態。しかし私は、いえ、何はともあれこれはこちらにとって有利な変化です。今は侵食の律者を追撃しましょう。こんなに早く追いつくとは。どういうことでしょう。彼女は仲間から攻撃されたのでしょうか。来たんだ、フア。彼らは一体どうしたの？彼らはこんなことをしないはずだった。そうでしょ。私はこんなにもあなたたちを愛し、同じように彼らも愛してるのに。教えて、フア。もし愛する人々がどうしても自分の愛する別の人々を傷つけるようなら、あなたはどうする？エリシアはどうして来た？
たとえどんな目的があったとしても、彼女は最終的にあなたたちの敵になることを選んだ。そうでしょ？この力は、私を倒すのが目的なら、むしろ彼女は。心配しないで。ちゃんとコントロールできてる。あなたが自由に行動できなくなるようにしただけで、このまま死なせるつもりはない。今なら、私は嘘をついてないって理解できるはず。私が本気であなたについてきてほしくないって思ったら、簡単に実現できるって思わない？とにかく、私が話したことは、今でも保護にするつもりはないから。あなたは、ここでしばらく休んでて。次に目が覚めた時には、何もかもが終わってる。その時は、また私に反抗し続けていいから。好きなだけ、反抗していいから。だけど他の人たちは、フワのように幸運に恵まれないだろうね。私の仲間たちをこんな風にした人。あなただったんだ。もちろん、私以外、誰がいるの？博士、このまま続けてはいけません。あの仮説が正しく、成功する可能性があったとしても、あなたとの適応性は、あまりにも低いのですから。クライン、それを警告として使った方が、もっと有効活用できると思わない？どんな実験にもリスクがある。あなたはとっくに分かってるはずよ。どうして急に戻ってきたの？あなたはエレンのところに、イニシエの楽園を受け取りに行ったはずでしょ？それは、ただ。復帰が教えたのね。はい。私の時間を邪魔しないでちょうだい、クライン。理解できずに去ることを選んだ人が今更増えたって気にしないわ。
クッキーだって他の人たちより少し長くいただけで、大して変わらないわ。もしあなたも彼女と同じなら、勝手にすれば。いいえ、博士が求めているものを知ってますし、反対もしません。ですが、復帰の言ったように、今回は少し頑固になりすぎているのではありませんか。たとえ実験が成功し、博士が第十二律者のような存在になったとしても、本体が密封された状況ではあなたがコントロールできる類似のウイルスはありません。裁量の結果は、あなた自身が人間でなくなることだけです。今の私なら人間と呼べるとでも。何度も言ったけど、自信がないなら軽率に判断をしないように。今までにあなたが言ったことで正しかったのは一つだけ。一つだけ？ええ、残念ながら私と第十二律者の相性は確かに最悪だった。でも適した人間はもう一人いるわ。博士、あなたを。さて、無駄に時間を奪われるのはもうたくさん。私と一緒に会いに行くか、それとも復帰と共に去るか。最初からそういう自由をあなたに与えたはずよ。わかりました。ああ、それからもう一つ、今後は私のことを頑固だって言わないでちょうだい。私はね、頑固なんかじゃないわ。貪欲なのよ。私の他にこういった資格を持つ人間がいると思う？神を理解し、神を創造し、最終的に神を踏みにじる。まだ決まってないの？つまり、その時点ですでにコントロール可能なウイルスがないという難題を解決していたんですか、メビウス。例のかつての第十二律者の模倣品を使って。模倣品？たかが新色の律者のくせに。私が作るのは彼女を超えた存在でしかないわ。ですが、今の古の楽園には
データ面の異常など何もありません。もういいわクライ。いつからあなたはそんなにも自分の意見を持つようになったの？あなたの質問に答える時間はない。私の言う通りにすればいいわ。もし外にいる人たちが簡単に律者の存在に気づけたら、あなたに会うのにこんなに面倒なことをしなくてもよかったのにね。この起源の侵食の律者は今楽園の中にいると仮定できます。ですが今言ったように、あなたは自分が侵食を受けるような状況をわざと作り、そうすることで模倣品を侵食の律者のデータに植え込んだのですね。他に方法があるの？これ以上簡単で相手に疑われない方法が？それにそのバカバカしい言い方はやめなさい。それともあなたにとって私はただの模倣品なの？言ったはずよ、あの時植え付けたのは私自身、人造第十二律者の一つ目の実験品。同時に一つ目の成功例でもあるわ。彼女が私を侵食したって？事実は真逆よ。ですが今のあなたは自己複製する能力を持っていないように見えます。でなければここに来る必要もないでしょうし。すべてウィルビーの仕業よ。あの時彼女がバックドアで私がコントロールするウイルスを削除しなかったら、私たちも追い詰められることはなかった。だから、私に最後の一歩を完成させてほしいのですね。ハードウェアの権限を使い、楽園内でウイルスの模倣品を増殖させてほしいと。その通り。かつての第十二律者を使って、現代の侵食の律者に対抗する。そうすれば期待する結果が得られるはず。これは未だかつてない試みよ。何を迷ってるの？これはもう一つの復活計画なのですか？成功したらあなたは現実に戻ることができる。しかも侵食の律者に類似した力を手にして。大丈夫、私を信じる必要はないわクライン。ここを離れて何があったのかを他の人たちに教えてもいいし、その手で楽園のシステムを壊して全てを終わらせても構わないわ。ただそうした瞬間にあなたが気にするあのラットさんも必ず死ぬんだけどね。こう考えなさい。今私たちに残された道はそう多くない。これがそのうちの一つなの。そして私の不死はほんの少しの取るに足らない副作用。必
女の言う通りだ。データ空間で侵食の律者と互角に戦えるのはもう一人の侵食の律者だけ。クライ、邪魔しないでください。メビウス、ウイルスの増殖数が一定の規模に達さないと作戦は失敗します。邪魔しないでって、まさかこんな日が来るとはね。なんなの、立場逆転。安心なさい、私たちの時間はまだ。クロイ、うん、侵食の律者、私たちに気づいたのでしょうか。クロイ、その機械から離れなさい。クライン、彼女が私たちを止めようとしているということは、このプランは確実に有効なのでしょう。邪魔しないでください、博士。今すぐやめなさい、クライン。少なくとも今はまだあなたを助けられるから。ウイルスのコピーはもういい、行きなさい。楽園のハードウェアを全部壊してどこかに消えて。いいえ、イニシエの楽園のメンテナンスは博士から任された役目ですから。私は勝手に何かを決めませんし、決められません。自分に英傑のような強い意志があるとでも思ってるの？大して強くないくせに無理して数を増殖させて何の役に立つと。あなたを信じてるからです。何ですって。私にもその理由は分かりません。ですが今までの経験をもとに考えると、自分の仕事さえ終わらせればどんな難題があったとしても博士は、というよりメビウスは必ず解決してくれます。私には感性、モジュールなど搭載されていません。だからこれはきっと理性に基づいた判断です。顔が似てるから衝動に駆られたわけじゃありません。成功する確率は少なくとも
70% はあるでしょう。これで十分なはずです。自分が何をしたのか分かってるの？そうですよね。数は多い方がいい。理性に基づいた判断じゃないって分かってるくせに。 70% 楽園の設備を壊せば必ず成功するのに、どうしてそうしなかったの？もちろん理由があります。お返しがしたかったんだと思います。お返し？何？クライン、あなた思考中枢を侵食の律者に破壊されてしまったの？そうかもしれません。実は博士があの時残したのは例の映像だけじゃありません。だから私も必ず。誰も催促してないわ。すみません、あの時博士は私たちと一緒に休眠装置に入るはずでした。ですが、私が実験室に戻った時、彼女はもうどこにもいなくて、あなたが見たあの映像の他に、彼女は一言だけ私に残してくれました。今まではその言葉の意味を理解できずにいました。あの時、彼女は。どうやら、ここまでのようだ。これで終わりだ。どうしてもう間に合わないの？いや、違う。
私の行動能力を奪ったのは明らかに。私が増殖したコピー品ですって。うぬぼれすぎじゃない、クライン。その命を与えたのは私よ。あなたには勝手に処分する権利などないの。でも、そんなことをしても何の意味もない。私はもう。ですが、博士、そうしたら、あなたは。これで、いにしえの楽園を外に接続する唯一の可能性も途絶えたわね。ええ、全部あなたのせいよ。このままだと、私は本当に死んでしまう。先に感情的になったのはそっちよ、クライン。いいえ、違うわね。私はあなたほどバカじゃないもの。うぬぼれないで。私はただ自分の無限を完成させたかっただけよ。クライン、クライン。別れを告げる気力も残ってないの。けど、これも良しとしましょう。蛇は自分の結末を誰にも見せたくないもの。よく眠りなさい。再び目を覚ましたとき、あなたはもう自由なんだから。私があなたのために作りたかった最後の無限。さようなら、私の理解者。
力は。これは確実に一つのチャンス。難しいよね。どんなことがあっても、たとえ誰かに傷つけられ裏切られたとしても、全てを平等に愛するなんて。あの時の彼女はこういう状況を前にして、どうやってそれをやり遂げたの？誰も知りません。だから彼女はエリシアなのです。なら、あなたも私にはできないと、彼女にはなれないと、そう思ってるの？ええ、いいでしょう。今私もそれを認めよう。解決する方法はとても簡単。愛し続けようとも自分では説得できない相手は全員消えてもらえばいいんでしょ。どうやら私たちの間にある差は以前ほど大きくはないようです。しかしそれでも互角な戦いとは言えません。ようやくわかったよ。無理をして全てを愛する必要はないって。私はただ愛したいものを作り、それ以外のものを壊せばいい。その方がずっと簡単でしょ。それ以上戦ったら泣くからね。はい、これでいいわね。これ以上戦ったら泣くからね。加減しないよ。さよなら、フワ。それだけですか。ですが、これが最後のチャンスです。答えを教えてください。
にいて、ゆっくりと死の訪れを感じて。次は、いいえ、まだ終わっていません、侵食の律者。確かに私は自分に何ができるか分かりませんし、何のために戦っているかも分かりません。しかし進みながら見ていきましょう。恐れるべからず。戻った暁には僕たちは過ぎ去った昨日へと帰れる。侵食の律者の内部がこんなものだったとは。何の存在も感知できないのか。侵食を受けた後も自我を保てること以外に、精神感知型の融合戦士である僕に何か特別なところはないのだろうか。まあいい、ケビンさえ見つけられれば僕の能力はどうだっていいんだ。急ごう。謎の三つの答えをここで全て明らかにしよう。チレ、僕たちは敵ではない。侵食の律者のデータはこれほど雑然としているのか。この中からケビンを探すのは、海に落とした針を探すに等しい。が。やってらっしゃい、見てらっしゃい。好きなだけ選んで。偽物があったら値段の10倍を返金するけど、返品は不可だよ。この声、まさか。やはり。おや、そちらの旦那は見たことがない顔だね。初めて来たのかな？ちょうど仕入れをしたばかりなんだ。ほら、この辺りは安全じゃないから、ご親友に何か持っていた方が安心だよ。ほら、これとか。
必要があったらいつでも声をかけて。パルドン、スーダ。そうだったんだ。それでスーダの旦那は何が欲しいのかな。なるほど。完全に侵食された記憶体が行き着く先は、侵食の律者が編み出した名夢だったんだね。こんな場所に送られた彼女は、今も夢の中にいるのだろうか。もしかしたらケビンも、いや、ありえない。しかし元凶の中だというのに、この都市ではすでに崩壊が猛威を振るっている。パルドにとってはそれでももう十分なんだろうか。とにかく今はケビンを探そう。彼女が本物のパルドならきっと夢の中でも人並み以上の才能を見せてくれるだろう。君にある人のことを聞きたい。ふむ、何でも言って。商売するときは好き嫌いなんてしないからね。人でも物でも何でも問題なし。名はケビン。年は僕と同じだ。髪色は白。見た目は少し冷たく感じる。うむ。え、それって王子様のこと？彼のことを知らない人がいたんだ。楽勝だよ。でも、旦那も知ってると思うけど、この辺りの崩壊はとても危険だ。だから費用に関しては、個人からもらったものだ。高い値がつくだろう。案内を頼む。なんだか申し訳ないな。じゃあ、早速出発しようか。旦那、身の安全に関しては料金に含まれてないから気をつけてついてきてね。これは。すごいだろう。これは私が苦労してやっと手に入れた最新技術なんだ。すごそうな名前も持ってるんだよ。先
回、旋回、何だったかな。神の鍵もここにあるのか。しかし、まさかこんな使い方をされるとは、実に。ここに来たばかりの頃、すぐにこういうネットワークを作ったんだ。ほら、隠れ家は多い方が安心だろ？まさか、これのおかげで商売がうまくいくとは思わなかったよ。本当に、金運に恵まれてるってやつだね。ケビン。来たのか、スー。ケビン。もしかしたらパルドのようになった方が彼にとっては良かったのかもしれない。案内は済んだし、その先に失礼するよ。待ってくれ、パルド。行かせてやれ。僕たちがこれからしようとしていることは、もともと彼女とは無関係だ。そうではないかもしれないよ、ケビン。今までの観測中に、パルドのデータも一度は消えたんだ。しかし彼女は今、侵食を受けた君と同じ場所にいる。おそらく、それもビルビーの計画の一部なんだろう。計画はどこまで進んだ？君にとっての最後の一歩は、すぐそこまで来ている。ビルビーは君に、どれだけ教えたんだい？僕は精神感知型ではない。だが彼女の話によると、侵食を受けたとしても、一時的に自我を維持することができる。だからいざという時に、僕は内部から全力の一撃を放ち、外の決戦のためにチャンスを作ってほしいと言われた。それだけなのかい？その通りだ。それも嘘ではないが、まだ十分ではない。事実、彼女は僕に答えが三つある謎を残した。そのうちの二つは解き明かしたが、最後の一つは、彼女は最も安全な場所をヒントにした。侵食を受けた僕が、ここ。最も危険な場所に来て、君の全力の一撃に協力できるようにね。その必要はあるのか？ああ、君は長く侵食を受けているからね。自我の維持ができるとはいえ、たとえ全てのデータを使い果たしても、圧倒的な一撃を放つには足りないだろう。だからこそ、
君は僕のすべてを代わりに、いや、僕を使い力を補完する必要がある。その後、君と僕はどうなる？共に消え、なくなる。わかった。僕を止めるつもりはないんだね。君が僕の親友でなければ止めただろう。だが、それが僕たちに必要な手段だと、君がそう思っているのなら、信じて当然だ。ありがとう。タイミングはもう来たのか？もうすぐだよ。メビウスが僕たちに隙を作ってくれる。その時、侵食の律者の力は僕たちが撃破できる程度まで衰えるはずだ。なら今、僕たちは何をすべきだろうか？待つことだ。上空誌だ。それもそうか。君はこの元凶の主だからね。ただ知らなかった。まさか君の最も見たい景色が。この景色は変わり続けている。でも、それはすべて僕の過去だ。僕にできるのは待つことだけだ。だから、ここで時間潰しをしても別に構わない。そう。どうだった？いくつかの可能性を考えてみた。絶対に不可能なことを考えてみても、何の意味もないが。可能性。そうだね。もしこの世界に崩壊がなければ、今日僕たちが振り返る過去は、どんなものになっていただろう。僕たちはとうにその質問について話し合っただろう。別の形で。別の形？覚えてくれていたんだ。ああ、す。一人の運命はその性格にある。つまり、スーの考えは変わってないんだな。医者、それが君の目標？またか、ケビン。昔から君はいつもこうだ。僕の理想を一通りからかわないと気が済まないのかい？そんなことないよ。
医学は君に向いてると言っただろ。ただ、君の器を考えると、少し役不足じゃないのか？はぁ、しばらく会っていない間に、君はますます調子のいい人になったね。医療活動は、君が考えるように簡単じゃない。ましてや。ましてや何？いや、君にもう一度笑われたくないし。それじゃあつまらないだろう。今日は君に僕の理想を語るつもりだったのに。教えてくれ。僕たちの仲だろう。遠慮するなって。なんとなくだけど、僕が目指しているのは、ただ患者を治すだけの医者じゃない。僕は、世界の病気も治そうとする医者になりたいんだ。うん。え？説明するのは難しい。僕自身もどうすればいいか、分かっていないからね。それより、君の話をしよう。理想とかは特にないと、君は言っていただろう。今は違うよ。スー、言ったら君はびっくりするかもしれない。僕はヒーローになるって決めたんだ。どうしたんだ？その、どうしてそう思ったかはさておき、君、ヒーローが何を意味するのか、ちゃんと分かっているのかい？もちろんさ。ヒーローとは、現れた困難を解決し、襲ってくる苦しみを担うもの。それ以外に、ヒーローになる方法はない。ヒーローは自発的になるものではなく、予想外の結果なんだ。確かに、ヒーローは目標ではない。一つの行動、そしてその結果だ。メイは他に何か言ってたかい？ああ、彼女は、君。そもそも、それが君自身の考えだとは思えないよ、ケビン。僕だって、何だったかな。悟りを開いたりするよ。スー、君は一体どうしたんだ？今まではメイの話をするときに、そんな態度をとっていなかったじゃないか。あの頃の君はまだ、メイの影になっていなかったからね。君、まさか少しも気づいていないのかい？え？それの、何が悪いのかな？メイは天才だよ。彼女に教えを請うのは、正しいやり方じゃないのか？たまに思うんだ。誰かが先頭に立つなら、それはメイであってほしい。少なくとも、僕一人で手探りで進むよりは、メイについていく方が、ずっと安心できる。だが、君が彼女についていくことを選んでしまえば、もう二度と彼女と肩を並べられなくなる。その時、君はきっと苦しむだろう。じゃあ、君は彼女にどう答えたんだい？それは、実は、頬を赤くする彼女が見たくて、わざとこう言ったんだ。君一人のヒーローになりたいって。
でも彼女はとても不思議な返答をくれてね。こう言われたんだ。誰かのヒーローになれたならきっとみんなのヒーローにもなれる。スー、これってどういう意味だと思う？そうだね、一人の運命はその性格にある。だからこそ人の運命はもしかしたら一つだけなのかもしれない。たとえ崩壊がなくても他の出来事が起こり僕たちを今日の立場へと至らしめるだろう。ケビン、ずっと疑問に思っていたことがある。君が答えをくれるといいんだが、メイが言い出した世界の本質に関する推測はもう証明されたのだろうか？ああ、道理で。つまり世の中の出来事はすでに決められた演目に過ぎないのかい？一部の信者が考えたように僕たちが経験してきたことは全て、さらに高い場所に行き人類としての子供時代を終わらせる資格を確認するためだと。いや、僕はそうは思わない。僕が経験したことは僕の全てであり、何かを成し遂げるための代価ではない。だから僕はその一部を決して否定しない。たとえそれが失敗でも苦痛でも。耐えることのない痛みだとしても、耐えることのない痛みだとしてもだ。僕がそれらを避けたら、メイを、君を、それから彼女が僕たちとこの世界にもたらした全てを否定することになる。エリシア確かに僕たちはそのためにここにやってきた。メイの言った通りだ。みんなのヒーローになるより誰かを助ける方がずっと難しい。だが少なくとも僕たちはそういうチャンスをもう一度手にした。じゃあ今度こそ結末は変わるだろうか？相手はあのエリシアだ。おそらく変わらないだろう。だが少なくとも僕たちはあの時のように悔恨を感じずに済む。そうだろう。だ。あれが彼女のダンスパーティーなら、今回主役には最後に登場してもらおう。僕も同じことを考えていた。それで僕たちのタイミングはまだなのか？もう少し待とう、ケビン。何度繰り返されても一人の選択は何も変わらない。僕たちはすでにそれを証明した。
ビルビーの計画が全てそれに基づいているのなら、その最後の一部ももうすぐ動き出すはずだよ。最後の一部？お客さん、言ってることがよくわからないんだけど。ああ、わかった。最後まで取っておいた品物のことでしょう。そうだよね。待ってて、すぐに持ってくるよ。もういいよ、ファルド。もうとぼけないでいいから。君の自我を維持するために、私はバックドアとしてここに存在しているんだ。それは、ちゃんと機能してる。そうでしょ？お客さん、バックドアなんかないよ。私は人を騙すような商売はしないからね。じゃあ、バルド、一つ質問に答えてもらえないかな。ここにいる君が火を追うがに関する記憶を持っていないなら、初対面のスーが自分の名前を呼んだ時、どうして君は違和感を覚えなかったのかな。だから言えない話もあるんだよ。お客さん、他に何か用は？ないなら、私他の場所で仕入れをしないといけないんだけど。もちろんある。君にガイドをお願いしたいんだ。案内してもらうのはかなり特殊な客なんだけど。特殊？うん。人じゃなくて、ケビンの攻撃なんだ。破壊力は本物だけど、ただそのまま放っても、どうでもいいデータを壊すだけで、鍵となる点は壊せない。今は君だけが成し遂げられるんだ。外部への通路を開き、彼の一撃が鍵となる場所で効果を発揮できるよう導いてほしい。お客さん、言ってることが全然わからないよ。そうだ、他の人に頼んでみたらどうかな。私は、お先に失礼するよ。わかった、じゃあ。ファルド、言ったはずだよ。君の自我を維持するためだけに、このバックドアは存在してるんだ。君に無理強いする力を、私は持ってないんだよ。ほら、ここに境界なんかないでしょ。君はどんな時よりも自由だよ。君のすべきことをしなくていい。君のしたいことをしてみて。変なやつ。
時間の無駄だった。最初から相手にしなければよかった。それにさ、私、ちゃんとスーの兄ちゃんに協力して、ケビンの旦那を見つけたんだよ。どうして生きるか死ぬかの瀬戸際に立たないといけないの？幻覚の中で生きたっていいんじゃないの？私たちはそもそもデータだよ。でも、ここの全ては完璧で、ずっと求めてきた生活なのに、どうして、私は悔しく感じてしまうの。わかった。わかったよ。私だけが成し遂げられるなら。今回だけ、最後の一回だけだから。ケビンの旦那、急ぎすぎないでよね。よし、これで問題ないかな。ああ、早く逃げないと。ケビンの旦那の攻撃は、余波だけでも私にとっては命取りになるから。規模が大きすぎて維持できないのかな。知らない。そんなの知らないもん。私が欲しいと思ってきた生活はこんなに些細なものなのに。日向ぼっこして昼寝してそれだけなのに。そんな生活のために何度も何度も命を懸けないといけないの？お姉ちゃん、最初からこうなるって分かってたのかな。ダメ、絶対にダメだよ。私、死ぬのが一番怖いもん。ヒーローのことはヒーローに任せればいいじゃない。私はただの凡人なのに。現実にいる私もきっと同じ判断をしたんだよね。月に行って終焉と戦うなんて、どう考えても弱い私の番じゃないよ。それに私は逃げるのが一番得意なんだよ。あんな場所で死ぬわけない。そう、きっとそうだよ。現実にいる私はきっとまだ生きてて、今どこかで日向ぼっこしてるに決まってる。それなら私、どうしてこんな場所で死ななきゃいけないの。
もちゃんと生きていけるのに、わざと死を選ぶ理由なんて思いつくわけないって。でも、でも。でも、凡人なら、たまにバカをやらかしても、きっと許されるんだよね。エリの姉ちゃん、私は損する商売をしない主義なんだから、絶対に帰ってきてよね。わかってる。運が良くなかったら、そもそも私は選ばれてないし、その一員になってなかった。同じ場所にいるはずもなかった。だから、エリの姉ちゃん、少なくとも、あの時、決意してくれたエリの姉ちゃんを、後悔させたくない。できるかどうかは、わからないけど、最善を尽くすよ。戻ってきたら、絶対に、私を褒めて。きっと苦しいだろうな。自分で自分を脅かしてどうする。無事かもしれないし、私はいつも運に恵まれてるから。私はパルドフェリス、はあ、私は十三英傑の一員。なるほど。何があっても僕たちは疑うべきではない。では行こう。僕たちの過去に最後の駒を置く時が来た。この一撃を放った後は、勝利を手に入れられるかどうかに関わらず、君自身の存在は消えてしまう。何か言いたいことはないのかい？少なくとも今回は、君が僕より先に行くことはない。がっかりさせるかもしれないが、間違いなく僕は君より少し早く消えるよ。だが、ほんの少しだけだ。もしいつか、こうやって私に対してトリガーを引くことで、大多数の人々を助けられるのなら、ケビン、あなたはどうするの？人類の未来も、囚人の理想も関係ない。今回、僕は自分の命を銃口に押し込める。たった一人を救うために。一回きりのチャンスだ、ケビン。僕が君の剣になろう。天下。
ケビン。ケビン。彼は成し遂げたのですね。彼女の力が無視できないほど減っています。その体内にある何かが消えました。あなたたち一人また一人とどうしてもこうしないと気が済まないの？命を大事にするってあなたたちにとってそれほど難しいことなの？それは必要があるかどうか次第じゃないでしょうか。なら不和、あなたはちゃんと考えたの？あなたも彼らと同じことをするつもり？どうしてそうしてるかもわからないのに。命の意味を知っている者だけがその重さを担うことができる。私はそういう人間じゃありません。ですが世の中の大半の人たちも同じです。彼らが理由がない状況でそれを担ってきたなら私も特例になる必要はありません。いいよフワ、私も決めたよ。これからあなたに私の全力を見せてあげる。けどもうあなたを死なせるつもりはない。生かして、あなたを生かし永遠に死なせない。長い一生を送らせた後にその口で認めてもらう。自分のかつての仲間たちはどれほど愚かだったか。フア、これは仲間たちが犠牲になってあなたに作ってくれたチャンスだよ。どうして掴もうとしないの？はい、これでいいわね。時は来た、今です。では第八の神の鍵、都政の羽、最後にもう一度力になってください。やっぱりできないんだねフア。これまた説教するつもり？興味があるよ。分かったはずだよフア。全てを変えるために犠牲だけじゃ何の役にも立たないようだと。生きる方がマシだよ。それでこそチャンスがあるからね。数千年数万年後の私はあなたにわざと倒されて復讐を遂げさせてあげるかもしれないよ。これ以上戦ったら泣くわよ。あなたの正しさを私に認めさせるのが目的なら、これ以上話さなくて結構です。私たちの間に正語はありませんし、そもそも最初から相手を説得できる可能性も皆無です。同じ弱者であること以外、私たちは全く異なる道を歩いています。同じ弱者。うわ、自分のことをそんな風に言わないで。ここまで頑張ってきたからあなたはとても偉いよ。
それこそ私たちが相手を説得できない理由です。この類の感情はあなたには理解できません。同じ弱者であるあなたは自分を強くすることを選びました。しかし人類は他の弱者たちと協力することを選んだのです。犠牲はそのための一つの手段に過ぎず、特殊なところなど何もありません。つまりフアはその二つの生き方のどちらが正しいかを比較したかったの？比較する必要はありません。この二者は本質的に違いますから。あなたは生きることを選びました。しかし人類は文明を選びます。私はただあなたの質問に答えたかっただけです。それが人類の選択なら。うわ、あなた。私の選択ももちろん同じです。都政の羽、最後にもう一度力になって。そうしたら何ができるのか私にもわかるはず。第一帝国出力、私にもう一度束縛を振り切らせて。あなた、ずっとそうしたかったの？コズマとグレーシュからヒントを得たんです。都政の羽の第一帝国出力は引き換えに記憶を燃やさなければ使用できません。ただ記憶によって構成された空間の中では己の全部を燃やすことになります。もちろん成功するという自信はありません。けどあなたも知ってるはずだよ。私を完全に消滅させることはできない。あなたが決意し全力を尽くしても最終的に消した障害はたった一つだけ。あなた自身だけだよ。確かにそうですね。ですが、侵食の律者、今あなたも気づいてるはずでしょ。あなたはもうエリシアの姿を維持できなくなっています。侵食の律者、それが私たちの目的です。一体何をしたというの？あなたの言うように、勝利への唯一の障害である私たち自身を排除しました。666の支配権を手に入れるためにあなたは自分自身がエリシアになると決めたでしょう。しかしエリシアを侵食しなかったという前提でそれを成し遂げるには方法は一つだけ。他の英傑の記憶を獲得し続け編み出すことです。最初から知ってたの？だからあの時グレイシとコズマは自分たちのことを抹消したんだね。私の力が増すことを心配したのではなく。ええ、これ以上あなたがエリシアに近づけないようにするためです。そして今のように
すでに侵食を受けた英傑も何らかの形で己のデータを燃やしました。なのであなたはむしろ彼女から遠ざかっていくはずです。理解できない。そんな理由であなたたちは自分の人生の全部を捨てるの？もし私が彼女になることができず、エリシアをこの世に復活させられないのなら、じゃあ雷の律者はどうしてそれができるの？あのプログラムが起動しない限り、私は勝利を手に入れられる。私はそもそも計画者ではありませんので、十分な自信があるわけではありません。それでも私は彼女を信じます。なぜならあなたと違って、彼女が持っているのはデータだけではなく記憶もですから。今あなたは外への道、メイさんを阻止する機会、それからプログラムを奪う手段を全部失いました。ですがエリシアがメイさんに与えた変化、残した痕跡、それこそ彼女があなたに勝つために必要な鍵です。私に勝つ？それはどうかな。うわ、あまりシンプルに考えすぎない方がいいと思うよ。私は一度できたんだから、二度目だって造作もない。死ぬなんて許さない。あなたには生きて私の勝利を見届けてもらうよ。それから私たちには生後の違いがあるって認めてもらう。もう遅いですよ。過去から見れば確かに私たちは敗者です。しかし未来から見て、侵食の律者、私たちを開拓者にする戦いは今から始まるのです。
比率。古の楽園ができた頃に英傑たちがやっていたように、君の思考を記憶体、いや記憶空間という形で楽園に存在させるんだ。そうすることで初めて僕たちはエリシアの帰りを迎えられる。私のことは覚えてる？で武器を取り出したのはこれが初めてよね。どう？私弓が似合うでしょう。Thank you.
んなに褒められると恥ずかしくなるわね。まあケビンと比べたら私は多分少し弱いと思うけど。プレゼントよ。エリシアから一時的に卒業した記念にね。角に触りたい。気になる。すごく気になるわ。あなたに会うたびに嬉しくなるわ。私は嬉しいわ。メイと一緒にいて嬉しくならない人はいないでしょうね。ここが気に入った？それとも他のものが気に入ったのかしら？もやもやした気分を残すことは次に会うためのきっかけになるのよ。嬉しいでしょ？感じ？私って思っていたよりもっと恥ずかしがりや？ふふ、その褒め言葉は少し早いと思うわよ。何せここは
氷山の一角に過ぎないもの。みんなちゃんと覚えてる。そうよね。そしてこれこそ、私がメイに見せたかったものなの。きっと今のメイなら落ち着いて私の結末に向き合えるわね。
愛しいヒトの子、ここにいたのね。よかったわ、私を呼ぶあなたの声に気づいて。でないとあなたがいつまで隠れるつもりかわからなかったもの。まったく、隠れんぼするときは私も呼んでって言ったのに。みんないなくなっちゃったから私たち散々探したのよ。ジョッシュもいるの。ほら、彼女ならここに。待ってたわ、メイさん。どうか許して。あなたの記憶空間の中では自由に移動できないから、代わりに妖精エリに動いてもらってたの。今までにあった出来事もすでに全部把握してるわ。今楽園の中にいる記憶体はおそらく私一人だけでしょうね。自分を責めないで、メイさん。エリの人生はとても多彩だったんだもの。楽園にいた短い時間で彼女の記憶を全部復元させるなんて、そもそも無理があるわ。あなたはここに来てくれただけで、すでに最善を尽くしているわ。あとは私たちが使命を果たしましょう。欠けた思い出はもう一つの思い出で保管しなければならない。あなたはエリに至るまでの99歩を進んでくれた。最後の一歩は私と妖精エリが変わりましょう。言う通りね。エリシアは大人になった私だもの。そうね。何せ彼女はエリが自分をモデルにして作った人形。エリの化身だからエリと同じ感情を持ってる。そして私は最も付き合いの長いエリの友人。果てしない時間を共に過ごし、大事な思い出を作った。今はあなたの進む道になれるはずよ。
私は永遠にエリの一部になるでしょう。それってとてもロマンチックなことだと思わない？心配しないで、メイさん。私はどんな形でも死を恐れない。私にとって人生というものは長い演劇でしかないの。最もいいタイミングで最も美しい形で幕を下ろせば、その演出は最良の形で終わる。そうすることが彼女の願いでもあるの。さて、始めましょう。花を咲かせる時がようやく来たわ。四つの水晶の花、四本の鍵。メイさん、私が言ったことをまだ覚えてるかしら。この水晶の花は英傑の中でも数人だけの秘密。ごめんなさい、その人たちの許可なしで全てを明かすことはできないの。これはお守りというより印のようなもので、鍵でもある。きらめくように輝くこの水晶の花の中には、人々の知らない過去が封じ込められているのよ。4人のパーティーの参加者は同時にあの夜この世を去った彼女を見届けた4人でもあるの。あのパーティーはエリが自分のために用意したお別れ。パーティーのすべては彼女が用意したの。もちろん律者としての結末もね。私たちはあの日のことを決して忘れない。だから私たちは当時の記憶を残し、その思い出を解放する鍵を四つに分けたの。今、四つの水晶の花がここに集まった。そして、秘密を保管していた者は全員、あなたの意思を認めたわ。では、そろそろあの時のことを、再び太陽のもとに晒しましょう。メイさん、残りのすべてはあなたに託すわね。
エリを、私たちの希望をこの世に連れ戻してちょうだい。もちろんよ、メイさん。私の残りの時間は全部あなたのものだから。メイさんは本当に聡明ね。すでに気づいてるのね。その言い方に多くの不合理が存在することに。なぜならそれは一つの言い方に過ぎないからよ。彼女がなぜ去ったのかを後世に説明するための言い方でしかないの。あらゆる不合理を合理的にする答えも一つだけ。それがあなたのずっと探していた真相よ。そうね。多分、私は本当に大きな嘘をついたのかもしれない。私の人生の中で唯一の嘘を。だって、私も怖かったのよ。私、ちゃんとできたのかしら。みんながどう思ったのかも気になるし、でも彼らの反応から察するに、結果はいいものだったんでしょうね。でなければ、イニシエの楽園にはエリシアがいないはずよ。ありがとう、メイ。
んな形であなたに出会えて本当にラッキーだったわ。あなたは私にずっと欲しいと思いながらも手の届かない贈り物をくれたの。13は偽りの数字なの。エリは世界にある嘘をついた。別れの際に愛する人々に真相を教えるためにね。メイさん、私はとても嬉しいわ。最後にあなたは自分の手で答えを見つけたのだから。これがあなたが今までずっと探してた古の楽園に隠された最後の秘密。木を追う英傑第二位、神話の命を持つエリシア、あらゆる人たちを愛するその少女は、生まれながらにして律者だったの。エリならきっとこう言うと思うわ。それは悲しみではなく喜びなの。幸せを持っていたことに嬉しくなるし、未来に現れる奇跡を期待するようにもなるってね。見てメイさん、あなたの来訪こそ彼女が期待していた奇跡よ。寂しさに関してはエリは確かに寂しがり屋さんだったわ。彼女は水晶の花のように美しく無垢で脆い。彼女はあまりにも人類を愛し、あまりにも人類になりたいと願っていた。それがエリの背負ってた十字架であり、最後に運命を超えたどり着いた終点なのよ。だからメイさん、私たちの代わりにあの結末を見届けて。エリは扉の向こうであなたを待ってるわ。あなたの旅も全ての記憶の果てで咲くでしょう。そうすれば十三英傑の最後の任務も終わらせられる。あら、かくれんぼが始まるの？楽しみだわ。私、かくれんぼでは一度も負けたことがないの。
だから、きっと彼女を連れ戻せるはずよ。そうよね。こうやってのどかな時間を過ごしたのは久しぶりだわ。エリと知り合ったばかりの頃を思い出してしまうわね。休みがあると、私のところにエリが来るの。そんな時、私たちはこうして、共にお酒をたしなんだ。一杯のお酒で、一日中話せたわ。まとまりのない話でも、心が満たされた。本当に懐かしいわ。残念ながら、今回も、また彼女に別れを告げておかないといけないわね。エリと共にフィナーレを楽しめないけど、私は信じてるわ。今回も。彼女は変わらず、私たちに最高の結末を与えてくれる。そうよね。なら、花向けとして、この歌を捧げましょう、メイさん。彼女の一番好きな歌で。エリシア、我が友よ。別れが来ませんように。時間が止まりますように。はい。これからはこの花たちがエリシアとしてみんなのそばにいるわ。私が離れてもこの四つの水晶の花は永遠に枯れない。だから、みんな笑って。
ビルビー。ごめんね、大きな嘘をついて。第13律者という言い方があなたたちにあまり迷惑をかけないといいんだけど。何せ私はこんなに特殊な存在なんだもの。真相を口にしたらさらに混乱を招く恐れがあるわ。心配しないで、エリシア。様々な嘘で君の秘密を隠し、守ってみせるから。世界や歴史を騙すなんて、私にとってはさほど難しいことじゃない。第十三律者は本の中の白紙になってもらおう。今日出席しなかった英傑に関しては、彼らの欠席が最高の証明になるはずだよ。欠席した人たちは、エリシアを信じてるから討伐を拒んだ。出席した人たちは、エリシアを信じてるからパーティーに参加した。ほら、君が信じてる人たちも君を信じてる。君が愛する人たちも君を愛してるから。ええ、ありがとう。そんなことを思いもしなかった。私、本当に嬉しいわ。でもレビウスが来なかったのは残念だったわね。彼女には緑色の水晶の花を贈りたかったのに。ふふ。火を追うがから第十三律者に関する報告をもらったとき、彼女は一別もせずにそのままシュレッダーにかけてたよ。あのメビウスのことだ。きっととっくに見極めてたけど、君に言われるがままに別れを告げたくなかったから、わざと欠席したんだと思う。もちろん、他の人に自分の泣き顔を見せたくないって可能性もあるかもしれないけど。そうね。メビウスには乙女なところもあるもの。じゃあ、アポニア。指針の書はもう存在しなくなったけど、それはまだあなたの心の奥にある。そうよね。運命の糸は、もうあなたの歩みを縛れない。だから、たまには檻を出て、いろいろ見てみて。私にとっては指針の書以外の場所こそが檻だけれど、そんなことはもうどうでもいい。私はすでに日の元にいる。あなたがここにいるから。だからあなたの物語を封じられた過去にしたくはない。私は楽園であなたのすべてを明記する。長い時間の中でゆっくりと紐解き、あなたと同じ意志を持つ人の来訪を待つ。そして、後世でこのページが開かれる日を楽しみにするよ。
私も楽しみだわ。何せそれは私の物語だから。エデン、今度こそ本当のお別れよ。ごめんね、ずっと内緒にしてて。私のこと嫌いになった？まさか。エリのことはよく知ってるもの。もしかしたら私がこの世であなたを最も理解している人かもしれないわ。それにさよならはいらない。あなたはここにいる、そうでしょ。天地と共に永遠に存在するなら、私はどこにいても、どんな姿になっても、あなたのために歌うわ。最後の瞬間まで。ええ、それが私たちの約束だもの。どんなフィナーレを迎えたとしても、私たちは一緒に最後まで見届ける。そうよね。ケビンに対しては実は特に言いたいことはないの。あなたは本物のヒーロー、その名に恥じない十三英傑の首領よ。もし人類を支え、崩壊のない明日へと導ける人がいるなら、きっとそれはあなた。でも最後に一つお願いがあるの。あなたがずっと教えてくれなかった質問の答え。どうしても知りたいの、ケビン。あなたが涙を流したら、それは氷になるの？あら、聞いてみただけだから本当に泣かないでよ。もっと男の子らしくしてね。でもありがとう。今その答えが分かったわ。見て、本当に氷になってる。けど暖かい。ああ、この瞬間がずっと続けばいいのに。でも永遠に終わらない演目はない、そうでしょ。だから今は完璧なピリオドを打ちましょう。もしみんなが遠い未来で私のような律者に会ったら、絶対私に教えてね。そうしたら私すごく嬉しいと思うの。だって今後の人々は私たちと同じように難しい選択をしないで済むってわかるから。私たちがこの世界に残した足跡は、いつかの未来で誰かが前に進むための灯火になるってわかるから。悲劇は終わりではなく希望の始まりなの。人間だけがそう思えるし、人間だけがその信念を現実にできる。だから教えて。
この物語の最後に。私は、人になれたのかしら。それは私たちの前にある事実でしょ？今夜、もうリツジャはここに現れない。なぜなら、ここで眠り、後世に歌われるのは、火を追う我の誇りある高貴な戦士、十三英傑を作り出した者。無垢の人、エリシアなのだから。やっと、別れを告げる時が来たわね。私はリツジャだから、できるかもしれない。だけど私は人間だから必ずできるの。じゃあ私の友人、私の親友、私の最も大切な仲間たち、エリシアのフィナーレは美しく輝かないといけないの。だから最後に、私を見送って。それは遠い昔の出来事。ある日、それは空から落ちてきた。地上の人々は仰ぎ見、星空を目にする。星と月が神の娘を送り、彼女は人の伴侶になろうと決めた。調風は彼女の車となり、視界は彼女の田畑となる。鳥は善の種を加えて、花たちは愛の唱歌を紡ぐ。彼女はそうやって生まれ、大地で育ってきた。人類と共に成長し、世界と共に目を出す。そして今、終焉がやってくる。そして今、帰る時がやってきた。ここで別れましょう、美しい世界。これからは群星が輝くでしょう。私が今ここにいるから。
これからは却下が咲くでしょう。私が離れていないから。どうか私の矢を、花を、それから私の愛を神聖の種にして枯れた大地に持っていって。そして永久に無垢の人間性の花を咲かせましょう。私の名はエリシア、最初の律者、人の律者よ。ようこそ、高潔で純真な魂。ようやくここに来たのね。自己紹介はいらないでしょ。じゃあこれで最後よね。ねえ、気分はどう？